10月にアルベ5階の子育て交流室で行われるイベントのご紹介です。写真は昨年度の様子となっています。今年度の内容とは異なりますのでご了承ください。ではまずはピヨピヨ広場です。日時は10月3日木曜日午前10時30分から。場所はアルベ5階の赤ちゃんルームで開催されます。対象は生後2ヶ月から6ヶ月のお子さんとその保護者です。内容はですね、ハロウィンをみんなで楽しむということです。英語の歌に合わせて触れ合い遊びをします。はい、ハロウィンの10月ということなので、こういったハロウィンの遊びができるということなんです。ね、あの講師の方もね、仮装してますし、赤ちゃんもかぼちゃの衣装を着て可愛らしいですね。こちら先着25組で、申し込みは今日からです。今日から10月2日水曜日までとなっています。お申し込みは子育て交流室のホームページまたはご覧の二次元コードからお願いします。さあ、続いてぴょんぴょん広場のご案内です。こちらは10月10日木曜日の10時30分からです。場所はアルベ5階赤ちゃんルーム。対象は1歳7ヶ月から就学前のお子さんとその保護者です。こちらもハロウィンを楽しむ内容となっていまして、体を動かしながら英語で遊びます。はい、でこのぴょんぴょん広場ではプレゼントもございます。はい、今ユミさんの手元にあるかぼちゃの、はい、紙で作った手作りミニかぼちゃがプレゼントされます。いいです ね、これお家の中でファーってやって楽しんだりとか ね英字新聞になってますよ。おしゃ れ、でさらにですね、制作もありまして、そちら、ステンドガラス風のお化けちゃん、こちらシールをねペタペタ、お母さんお父さんと一緒に貼って制作も楽しめます。可愛らしいですね。ハロウィンの気分ってね、一週しか楽しめないから、10月のね、ですよね。そうですね。さあ、こちら先着15組で、お申し込み期間は10月2日水曜日から10月9日水曜日までとなっています。お申し込みは子育て交流室のホームページまたはご覧の二次元コードからお願いします。さあ、続いて最後はよちよち広場です。こちらは10月31日ハロウィン当日ですね、31日木曜日の10時30分からです。場所はこちらもアルベ5階赤ちゃんルーム。対象は生後7ヶ月から1歳6ヶ月のお子さんとその保護者です。内容はハロウィンを楽しんだり、絵本や触れ合い遊びを通して英語に触れたりといった内容となっています。はい、こちらですね、たくさんの方ね、去年も集まっていますね。ハロウィンの制作、今年も、今年はですね、プレゼントがございまして、先ほどご紹介したステンドガラス風のミニお化けちゃん、こちらのプレゼントがあるということです。楽しみ方は自由で、それをねこう人形のようにしたり、うちわのように仰いだり、好きなようにね、楽しんでもらいたいと思います。そうですよね、こう日の当たるところとかに飾っておくと、ステンドグラス風にもなるなと思って見てましたね。可愛らしいです、さあ、こちら先着30組限定で、お申し込みは10月23日水曜日から、10月30日水曜日までの1週間です。お申し込みは子育て交流室のホームページまたはご覧の二次元コードからお願いします。今回各広場は仮装したり小物を身につけたりしての参加大歓迎です。ぜひハロウィンの、ね、仮装して参加してもらえたらと思います。さあ、そして10月はこの3つのイベントの他にも企画ご用意しています。それがこちらです。育児講座パパと遊ぼうです。10月24日木曜日の10時30分から。場所はアルベ5階赤ちゃんルーム。対象は生後2ヶ月から就学前のお子さんとその保護者です。パパとお子さんの関わり方について男性保育士がレクチャーしてくれます。触れ合い遊びや手遊び歌など一緒に楽しめます。パパならではの、ね、関わり方ももしかしたらあるのかもしれません。さあ、こちらのイベントはパパのご参加が必須となります。先着12組限定で、お申し込みは10月16日水曜日から23日水曜日までです。お申し込みは子育て交流室のホームページからお願いします。さあ、それぞれね、毎回とっても人気の企画となっておりますので、お申し込みはお早めにお願いします。以上、椎名ちゃんママ応援ナビのコーナーでした。